いつもご覧いただきありがとうございます。今回は担々麺の専門店、担細胞さんですね。群馬県前橋市にあるお店です。なんと担々麺のみでのし上がってきた喫水の担々麺専門店と。担々麺。メニューは基本3種、担々麺と、カツラ。カツラでいいんだよな、これ。柱じゃないよな。カツラですね。あと、冷やし担々麺がありましたんで、まあ、3種類ですね。これだけなんですよ。麺が。まあ、餃子やデザートもありますけれどもね。あと、ご飯物とか。担々麺、並盛り大盛り。カツラ、並盛り大盛り。冷やし担々麺。冷やし担々麺って夏限定なのかな？ちょっとそこよくわかんないです。書いてなかったですけど。あと、えずつみ餃子とかね。そぼろご飯美味しそうだなぁ。担々麺。見た目はかなりシンプルですね。ごまの香りがすごいです。おー、これは、あっさりいけそう。パイタン系のスープにごまペーストですね。まあ、しつこくないスープです。ごまの風味、ごまを生かしてるのかな。うん。だからそんなに濃い味ではないですね。で、細麺ですね。この細麺ね、結構スープしっかり絡めております。まあ、結構柔らかいので、固めが好きな方は注文してください。ネギとひき肉っていうシンプルな具材です。まあ、担々麺の味を最大限に楽しむっていう感じですかね。調味料で味変はできますね。ごまペーストはあるんですけど、これ結構辛いので、入れる方はちょっと気をつけてみてください。自分は2杯ほどちょっと入れてみたんですけど、うん、そこそこ辛くなりますね。そしてこのスープが美味しい美味しい、もう止まらないですわ。まあ全部いっちゃいますよね、こんな美味しいスープは。まあ、当然ね、これちょっと残してライスとか入れても美味しいと思うんですけど、まあご飯物もね、ぜひ頼んでみてください。そぼろご飯美味しいですよ。今回の動画はここまでです。ありがとうございました。